2月27日に三方高校ボート部の部員様に植えていただいたトマトの苗、それを選抜いたします。ハイポリカ農法の専門家磯山さんに来ていただいております。よろしくお願いします。はい、今日は磯山と申します。よろしくお願いいたします。では選抜に移りたいと思うんですが、まず最初にハイポリカ農法ではどのような苗を残せばいいか、選抜の基準をお願いいたします。はい、茎が太くって葉っぱも大きくまっすぐ育ってる株が長期的な栽培には向いてますので、そういったのを目で評価して数字を測ったりして判断いたします。そうですか。じゃあそういう観点でまず苗を見てみましょう。はい、お願いします。こういった生育なんですが、今の観点でいうとこの2株が茎も太くって葉っぱも大きいですね。で、まっすぐ育ってるのでいうとこちらがよりいい状態ですかね。根っこを見てみるという形でご助言いただけると。そうですね、根っこの伸び方も大事なポイントですので比較してみましょう。あ、左の株の方が根の張りがいいように見えますけども。そうですね、まっすぐ長く伸びてる根っこがありますので、左こちらの株の方が、はい、根の状態もいいですし。繰り返しになりますが、葉っぱの大きさとか茎の太さはこちらの方が上だと思うんですけども、総合的に根の張りとかまっすぐだということでトマト、これからハイポリカの方を大きく天井いっぱいに育つ、長持ちする苗の状態です。では今年の巨木トマトはこの苗を使って頑張ります。頑張るぞ。おー。